診察していきます。はい、皆さんこんにちは。ちょっと今ね、急遽携帯で動画回してるんだけど、ちょっとレナがね、病気になっちゃいました。なんか今日朝起きたら、レナの全身になんかボツボツができてて、めっちゃちっちゃい赤いツブツブ。今ね、本当にだいぶ引いてきてるから、見れるかな、ここの線に沿ってボツボツがプツ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 ってなってる。朝はね、本当ボツ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 って感じだった。で、まあ痒くもないし、なんでしょう、本当によくわかんないんだよね、うん、汗もかな、汗もってわかる、わかんない、もしかしたら汗もかもしれない。レナよく寝てる時に汗かくじゃん。で、なんか子供とかでさ、寝てる時によく汗かく子は汗もって言ってポツポツできることがあるんだよね。私なったことない、初めてだよ、これこういうこと。腕以外でもボツボツが全身にあって、ちょっとお腹を見せると多分分かりやすいと思います。こういう感じで全身にこういうボツボツがね、できちゃってます。なんかよく分かんない原因不明のボツボツだから、ちょっと怖くて急遽ね、朝病院探してバイクでちょっとかっ飛ばしてきて、今病院の前に着いてます。なんか別に痒くとかもないから、別に何も他の症状とかもないから、うん、食べたものが原因なのか、昨日マッサージ行ったから、まあ、その時の使ったオイルが原因なのか、まあ、ちょっと原因不明なので、ひとまず病院の先生に見てもらいます。そうです、ここが病院です。早速ね、ちょっと中は取れないから、今からね、ちょっと診察していきます。はい、今ね、診察してもらいました。はい、どうだった？多分昨日の採用と汗の影響でちょっとこれができたらしいで、まあちょっとローションをもらって1日に1回塗ってたら治る風邪です。ということはあれだよね、まあ、バリが暑いから、バリが暑いめちゃめちゃ暑いんですよ、本当に。で、その暑さが原因で、プラスめちゃめちゃ汗かくから、汗が原因で全身にボツボツができたと。汗もやないかい。それを汗もと言います。肌の熱をクールダウンさせるためのローションも出してもらったから、まあ、おそらくね、良くなると思います。で、あと暑い時は冷たいシャワーも浴びた方がいいよって言ってたから、まあそんな感じかな。今ウブットにいるんだけど、この病院すごい、何、対応も良かったよね。綺麗だし、明るいし、そう、みんな英語を本当にペラペラで喋れるから。お会計の時ももちろんクレジットカード使えるし、外国人が海外で病院行くと、まあ、保険会社に後で請求すると思うんですけど、まあ、そのための書類っていうのも全部英語でバッチリ出してくれるし、プラス電子メールで電子版の領収書も送ってくれるので、まあ、対応は完璧っていう感じかな。日本はそういう病院行ったことないよ、誰も英語喋らないよで、値段的にも診察料が3,000円で、そのクールダウンさせるローションが1,000円だから、まあトータル4,000円で、まあ、めちゃめちゃ高いわけでもなくて、まあてな感じです。早く良くなることを願いましょうね。そうだね、今ここに映ってるんだけど、これ、もしバリ島のウブドに来ることがあって、なんかね、怪我しちゃったとか、変なボツボツができちゃった、汗もができちゃったっていう方は置いて、汗もに困った方はここ、ウブットケアっていうところ、ちょっと概要欄にね、リンクも載っけときます。本当に対応はめちゃめちゃいいので、もし何かあった時はここに来て見てもらってください。てな感じで、まだ今朝なので、ここから今日はまあちょっと安心したのでね、だいぶ安心しました。なんか変な病気だったらやべえなと思ったけど、ただの汗もだったので、あうっ、あうっ、いった、安心しました。ということでね、ちょっと今日も一日ゆっくり行ってきます。はい、ハロー、マンキーフォレストに来ました。可愛い猿、あっちにもいる。
中行ってみるか。なんかホーリーマンキー、聖なるお猿。まあここ以外にも街中にもね、普通にお猿さんいるからね。いるね。でもみんなここに住んでる。あ、そういうことか。で、街中にも出てくお猿がいるってことね。そう。ちなみにね、入場料はね、650円ぐらいだから普通に安くはない。で、観光客はめちゃめちゃ多いし、なんかウブットはね、日本人がね、まあまあ多い。ね、街中歩いても日本語普通に聞こえてくるから、日本で人気なんかな、ちょっとよくわかんないけど。マンキーが里芋を食べてます。食べ物取らないでねって言ってる。絶対怒るでしょ。私の食べ物を取るなって。レナと一緒でしょ、そこはもう。そう、一緒。てか、私は最初にタカに一口はあげるけど、一口で終わらないから怒る。猿みたいに怒ってるもんね、いつも。怖っ。またちょっと雨が降ってきたね。雨が降ってきた。猿が雨宿りしてる。なんかこのモンキーフォレストにね、600匹ぐらい猿いるんだって。あ、そうなの。なんかね、5個から6個ぐらいの猿のグループがいて、なんかたまにね、争いもあるらしいよ。嘘。縄張り争いがあるって言った。へえ。お、めっちゃおっぱい。見せるのがダメかもしれないよ、YouTube。 仏像だからいいんじゃない。もうこれでアウトだったらもう YouTube 終わりでしょ。毛繕いしてる。夫婦かな。カバン壊そうとしてるやん。おもちゃだと思ってんのかな。お、怒った。小猿が怒ってる。遊んでくれてると思ってんのかな。違う、ご飯が入ってると思ってる。まあでも猿ってね、意外と危なくて、噛まれたりすると狂犬病になる恐れがあるから。そう。ただ噛まれた場合は今日紹介したウブットヘルスケアだったっけ、あの病院に直行してください。そう、多分そこであれもらえると。ということで、インドネシアの秘境ギリシマに行きます。ギリ島に着きました。なんもない。可愛らしいね。